の皆を賛美します。ハレルヤ。今日このようにお明かしの機会を与えてくださって誠にありがとうございます。考えてみますと、ような気がいたします。前回も3人暮らしが2人になった時に、また今回は2人暮らしが1人暮らしになった時にこのような感じがいたしますけれども、昨年の11月に母が手に変わりまして2ヶ月と経ちましたけれども、皆様から寂しくなったことでしょうって声かけられますけれども、寂しいことは事実なんですが、それ以上に母がいつも見ているような気がいたします。母が長い入院生活でしたけれども、その時に病院に私が通っているとその姿を見て、あんた一人であの家で寂しくないって聞かれたことがあったんですけれども、その時は本当に忙しくて寂しいと思う暇がなかった、時間がなかったんですけれども、一応聞かれたので、うん、寂しいよと、そういうふうに答えました。そしたら母は、そうかって言ってましたんですね。で、母が亡くなりまして、お墓に埋骨して、死なせた、その翌日ですね、翌日、朝早く私がご飯支度をしてましたら、すごい音がするので、外に出てみましたら、我が家の家、屋根の家を、というカラスの大群が円を描いてビュンビュン飛んでたんですね。それでカラスにしては小さいなことかなって思ったんですけれども、その中でなんとなく美しく見えるようなカラスたちだったんです。で、あんまりのことにしばらく言っておりましたけれども、その意思もう私には関係ないことだと思って家の中に入りました。でもまだすごい音が鳴り響いているものですから、どういうことになっていることなんだろうと思って、カーテンを開いて見ましたらば、ちょうど私が見えるところの前線に3列に並んでこっちを見てるんですね。わあ、驚いた、なんだこれはと思って、まあ、そのままカーテンをパーッと閉めたんですけれども、そしたらすかさずカラスが飛び立って、そのまま庭の上をぐるぐるまた2回ぐらいしたら北の方にの空に飛んでいってしまったんですね。私は手に取られまして、でなんとなく頭の中に生徒の劣等期のエリアのカラスのところを思い出したりもしたんですけれども、まだ持って口で、まあ、あれ以来あんなことはなかったです、今までなかったことですし、気をつけてまた来るのかななんて思ってるんですけど、まだ持ってあることはなかったんですね。で、結果何もわからないんですけれども、いつも母が私を見ていてくれてるっていう気持ちには変わりがなくて、本当にこう心がいつもこう温まるような思いをしております。で、なんかこうこのように聞こえるかもしれないですけれども、母は私にとって天使のような役割を果たしてくれてるんじゃないかなって常々思っております。で、私も多分人に変わりましてならば、愛する家族や尊敬する大好きなお友達のために天使になりたいなと願っております。まあ、ここで一応終わりたいと思うんですけれども、少し時間ありますので、娘の近況を少しご報告したいなと思っております。娘がここから関東の方に回りまして、
ちょうど2年経ちました。で、最初の1年は羽田空港で働いていて、過酷な労働の中で目的の管理はそっちのけで、もう何のために出てきたんだろうって嘆いておりました。で、次の2年目からは別の職場が与えられまして、少しずつ歌う機会や賛美の実力も、行われてきてるんじゃないかなっていう様子でした。で、また日曜ごとの礼拝も生活の基盤となって、職場でもお友達ができて、ちらりちらりと気軽にイエス様のお話や教会に行ってるんだよっていうことをこう語り合えるようになったんだそうです。そうしましたらその方々が自分の教会に行ってみたいっていうふうに言い出してくれて、先週も私の先生中もその方と一緒に一人一人と過ごすですけれども、行っているんだよっていうふうに話しておりまして、まあ、彼女は最初羽田空港で一緒に働く友達や、そういう若い人たちが本当にこの若い労働が切り捨てられて、辞めていったら新しい人がまた来る、もう必要になったらまた切られて新しい人が来るという、そういう今の社会に対してすごく疑問を持ってて、これはもう本当に政治的に良くないことだし、本当にその若者たちの心を思うとほっとけないって、今そういう人たちの姿、自分もその一人なんだけれども、本当に自分の能力とか持っているものはもう潰されてしまって、その会社とか社会の本当にこう単なる働きで、それだけで終わってしまっているって、そういう、もう、心の中に、何か伝えるものがあればいいよねって、本当にその目的、自分たちの生きていく目的っていうものを見出していくような、そういう、自分の意欲を担いたいものだっていうふうに語っておりました。で、次の職場で、なんかこう温かい職場ですので、語ることができて、お友達にも神様の愛っていうようなことを根底にお話しできるようになって、そうすると私たちの今までの生きてきた様子が本当にびっくりするような歩み方をしてて、すごい人ばっかりいるのよねって、その人たちは自分では何もできないけれども、とにかくイエス様に救ってもらうっていうことがいかに必要かということを常々分かってきたっていうふうに語っておりまして、まあ本当にその中で歌を通してその神様の愛を伝えていければ、本当にそれが望ましいと、それを願っております。そういうふうなことを話しておりました。本当にどんな時でも、どんなことでも神様はお持ちになる方であるということ、そしてまた神様は私たちの祈りを、本当に聞いてくださって、必要な時に技を示してくださる方だなということを通説に思っております。絶えず私も祈るものとして喜びと悲しさを持って祈っていきたいと、そう願いたかったです。ありがとうございます。夜の平和があなた方と共に、主の平和があなた方とともに。
くなりますよ。素晴らしい写真でしたね。素敵な写真でした。昨日私の方にも横田の方から、メールが届きましてですね、ぜひ見ますよ。そしてお友達を誘って初回に今週も行きますということでですね、連絡がありました。いろんなね、私たちの間にはいろんなことがありますが、それをどこで、ね、何と結びつけていくかということは、私たちのこの本当に大切な神様との出会い方だと思いますね。いろんなことがある、いろんな出来事がそれぞれにある中でですね、そのことの中に神様ご自身が何を語っているのかなと、そのようにこう思う、それはとっても大事なことのように思いますね。わあ、カラスの話も面白いですね。カラスですから。しかし面白いですね。生徒はカラスっていうとね、どこでもあんまり好きじゃないとみんなね、でもですね、先ほどお話しあったようにエリアもね、カラスに養われましたんですけども、いうことを考えますとね、神様はどんなことを通ってもというそればかりではなくて、ちょっとね、お話しいただきながら、ただ私たちの信仰というのはね、ただこの地上におけることだけではなくて、復活の出来事と結びついているなと、そんなふうに思います。私たちはただこの地上のみならず、新しい永遠の命が与えられてですね、そして場所はことにしてもですね、天にあって地にあって共に地を褒めたたえつつの歩み、いつもいつも思い出しますが、私の先生がですね、いや、死ぬ間際にですね、いや、忙しくなるな、ペースの仕事もあるしよ、っていうふうにしてですね、この日に寝かれたことをこう思い出すんですね。そうですね、私たちはいいですね、帰ってもですね、手に行っても、ペースの仕事が待っている、嬉しいですね。そんなこう希望も知らない。そして、いや、もう本当にね、離れていても、どこにあっても、神様の御手の中で、そのことを覚えつつの、みんな歩みでないことができることを、感謝をいたしましょう。そういうことをお祈りをさせていただいて、神様ありがとうございます。あなたの大きな大きな愛の道に包まれて、私たちは、この世を去っても、共に、あなたを褒めたたえる者として、あなたの神として、共に生きることができる、そのような恵みを今日もまた分かち合うことができましたことを心から感謝いたします。神様、どうぞお一人お一人がかけがえのないあなたから与えられた尊い命を生きていることを覚えつつ、主よ、どうぞどんな中にもあなたご自身を見上げつつ、あなたご自身の救いの今を、そして恵みの今を味わいつつの歩みであらせてください。つかないものに言葉を落としてみます。どうぞ打ち砕いて、ご用のためにお持ちくださいますように。あなたの恵みが満ち溢れる、この日この時を心から感謝し、イエス様によってお祈りをいたします。アーメン。さて、聖書はですね、私たちに何を語っているか、と申しますと、言うまでもなくですね、神様は愛ですということ。今日の今ただいまの私も何かっていうと、神様は愛の方ですという、そのことがあるからお分かりになるんですね。で、さあ私たちはですね、神様は愛ですとこう言われますとですね、まあ、聖書の御言葉で神様は愛だっていうふうに言いますと、皆さんよくご存知のですね、ヨハネ3の16が出てきますね。神はその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためでした、ね、聖書の箇所を思い出しますね。神様は愛なんだな、愛なんだ、こういうふうに言って私たちのために御子をお与えくださるほどにね。そして私たちは神の愛で、神の愛があるということは、十字架の死によって頂点に至るというふうに考えているわけですね。私た
ちの罪とも全部背負って、イエス様は十字架におかかりくださいました。こういうふうに言うわけでしょうか。そこに神の愛ですか。そういうふうにして、私たちはですね、覚えるわけです。ですから、この信仰ですね、私たちの信仰というのは、多くはですね、十字架にこう、しっかりとですね、もちろんそうなんですけれども、基づけられていて、そして十字架の信仰、十字架の信仰というのが中心にあるわけです。さて、ちょっとですね、テンポを考えて、考えてみますとね、初期のキリスト教はですね、今、祈祷会で黙示録を学んでいます。いい学びなので、どうぞ皆さんにも、どうぞとお勧めをしたいのですが、黙示録を学んでいます。ね、その黙示録はですね、背景には激しい古代教会のですね、クリスチャンたちが殺害されたことが背景にあるわけです。そして、殺害の真っ只中で、彼らを支え立ってくださる。ね、ほんの小さな群れですから、考えてみてください。今、私たちはですね、大変な数の、ね、クリスチャンがですね、全世界にいるわけですけれども、初めはほんの一人ずつですよ。ね、これにちょっと多いぐらいだと考えていいと思うんです。それぐらいの人が、ね、イエス様を信じていた。それが今、全世界に広がってね、そして多くの人たちが、イエス様は私たちの救い主であるということを信じているわけです。すごいことだと思いませんか。あんまりね、私たち、そんなこと考えることあんまりないんですけれども、いや、本当に一粒の麦が木をして死ななければ多くの実を結ぶことができないといったようにですね、それがどん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 増え広がっていった、大変なことだと思いますね。しかし、最初は異様な迫害があった。殺されたりね、さまざまな拷問にあったりということは皆様よくご存知であるんですが、そういう中で勇気を与えようと、ね、いうので黙示録が書かれたわけです、ね、私はアルファであり、オメガである、初めであり、終わりであるというふうに言ってですね、そしてこの神様が全ての時を、ね、イエス・キリストが全ての時の主権者であるということをこの明らかにしているわけです。ですから、心も恐れや、ね、確かであれ、ね、そして愛の人であれと、そのように初めの、ね、思いを、ね、初めの愛に立ち返れと、そのように言って、私たちにこの語りかけてく、るわけでありますが、その初期のですね、キリスト教の教会、その迫害家、そういった迫害家にありましたけれどもですね、さあ、古代期から中世にかけましてですね、彼らは表立ってこの地元を、まあ、もちろんローマに国境、ね、ローマの国境になることもありますけれどもですね、その前のあたりはもう隠れてみんな、神様礼拝していたので、こんな風にして、ね、礼拝できるなんてことはないわけですよ。私たちはね、どこ行っても教会なんてね、ちょっとね、自分で恥ずかしい信仰が恥ずかしい信仰だなと思って、もともととなることがありますけれども、教会行きますって言って、何もね、別に何ともないわけですが、教会にさえ行けない、その集まりにすらみんなが隠れてくるんですね。その人たちが集まった場所が、カタコンベと言われてですね、今でも覚えられない、地下のお墓ですね、簡単に言うと。すごい地下道が今でもですね、ロマだけでも40通かかるそうですけれどもですね、もう無理に潜ってですね、地下にこの集会場を設けて、ね、もともと地下に来られた方であったようですけれども、そこのところで礼拝をしていたんですね。お墓が、また面白いじゃありませんか。お墓がね、喜びの場所になっていて、ですね、これもすごいと思いますね。どんな場所もね、どんな場所も、そうですね。ですから、イエス様が会話を受けて生まれられたというのは、最初のことですよね。で、そのようにして、カタコンベ、ね、がこのあるわけですけれども、その埋葬の場所、そこにはですね、今でもちゃんとこう壁画なんかも残っているんですけれどもですね、お祈りして集まって、そしてそこに地下で、ね、お墓になってというところに、こう壁画があるんですね。皆さん、そしたらどんな壁画があると思いますか。
説明はですね、十字架のね、十字架の壁画ってほとんどないんですね。全部はですね、ほとんどは復活に関するね、そういう天の祝福の光景とラザロの復活もですね、そのメインのテーマというようですね。復活の出来事がそこにですね、記されているそうなんです。イルミナル信仰の象徴がですね、この復活である、ね、この救済や復活が中心とされたものである。そして、さらにはですね、良き羊飼いとしてのキリストの姿が記されており、死後の世界が記されている。よく見てください。皆さん、なるほどと思います。どうですか。十字架のご神殿の私は、これらのことをですね、思い見ますときに、先ほどですね、コリントの信徒の手紙の15章のところをお開きをいただきました。どうぞそこを開いていただいてですね、そして、15章のところで、3節から、320ページですね、よろしいですか。3節からご一緒に少し読んでみましょう。はい。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私を受けたものです。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、三日目に復活したこと、手間に現れ、その後、12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについていたけど、大部分は今なお生きて生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての人に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。次の人。私は神の教会を迫害したものですから、人たちの中でも一番小さなものであり、人と呼ばれる身内のないものです。神の恵みによって、今日の私があるのです。そして、私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は全ての人よりずっと多く働きました。しかし、働いたのは、実は私ではなく、私と共にある神なのです。です。ね。皆さん、ここのところで言われておりますと、十字架につけられたこと、最も大事なことね、私たちの罪のために死んだことと書いて、その後に葬られたこと、聖書に書いてあるとおり、3日目に復活したことと、ずっと復活に関しての記事が書かれてあります。そしてこういうふうに13節ご一緒に、お読みしましょう。続いてその3行目に振られてみまして、ご一緒に13節、はい、死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストの復活がなら私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。そしてキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。私たちの信仰はですね、復活に基づけられている。こういうふうにですね、パウロは宣言しました。もちろん十字架の信仰どうでもいいって言うんじゃないですよ。全くそうではなくて。これね、そして、ね、考えてみましたらね、イエス様が復活しなかったならどうなっただろうか、そのことを考えてみたいんですか。イエス様が復活しなかったら考えられること何ありますか。イエス様は、ね、私たちの罪のために死にましたと、十字架で死なれましたね。そしてこれで終わりだったんですね。どうでしょうか。
キリスト教は、いや私たちにこの尊い信仰は伝わっていなかったと思いませんか。それはとても大事なことです、ね、イエス様が復活なさって弟子たちに現れて弟子たちを滅したんですか、ね、その記事が書かれてありますでしょ。自分たち部屋に閉じこもってね、自分たちが奪されるのではないか、逮捕され殺されるのではないかと、イエス様と同じ目に遭うのではないかと思って震えていたわけでしょ。しかしこの彼らがですね、力を得たのは何か、そこにイエス様がおいでになられたわけでしょ。現れて、そしてお弟子さんたちにみんなに今度現れなさって、そしてあのエマオの途上ででも現れて、そしてキリストは復活されたというその出来事の中で400人の人が、ね、400人の人に現れてって、どういう根拠なのか分かりませんが、その人たち、イエス様のペンテコステの時は120人ほどの人たちでしたから、大した人数ではありませんよね。さあどうしたのならば、まさにただイエス様は愛の人だったな、そして残念なことに亡くなったなって何年もしないうちに忘れられていたのではないでしょうか。キリストの復活の出来事、この出来事は大いなる出来事です。そしてこのことを通してキリストの愛が私たちの罪のためであるということが確認され、神様が愛であるということを私たちが知ることができるものとなりました。そしてイエス様が復活してあのオリーブ山から天に昇られた時、そして語り出して全てのものに福音を述べたいよと、このようにイエス様お話になった、あのことも復活がなければなかったのです。そしてまた約束の聖霊のことも実はなかったのです。彼らはイエス様はそのように言ったので、ね、イスラエルにあなた方がね、下るとき、あなた方は地の果てまで、イスラエルから地の果てまで私の証人となると言われた、そのことが実現していったわけです。私たちはそうですね、こういう意味で復活のことについて、ね、先ほどお話があったようにですね、私たちは本当にイエス・キリストが復活なされた、そして復活なされた主は今も私たちと共にいてくださるということですね。だから私たちはね、決して立ち返ることなく神様の恵みのうちを歩むことができるわけです。旧約聖書の箴言のところね、幻のない神は立ち返る書いてあります。近世訳の方ではですね、幻のない神は滅びるというふうになっております。幻がなければ、その幻がただ単なる幻というのではなくて、事実に支えられたところの、真実に支えられたところのこの幻影ではなくて美女ですね、美女、それは復活によって与えられる。神様ご自身が復活、イエス様ご自身が復活したように、私たちもまたその同じ復活の命に預かっている。これが聖書の私たちに対するメッセージであります。繰り返しになりますが、ね、いかにキリストの愛が真実であろうとも、その愛とは復活によって支えられたものでなければならない。ですからこの復活することによって、ね、全ての人たちが新しい神の恵みと出会い、神のご計画と出会っていくわけです。十字架の愛は復活によって支えられ、復活のゆえに真実に、復活によって命あるものとなっていったわけです。復活がなければ愛は勝利とはならないのです。ただ単なる愛の人で終わるのです。しかし、復活があることによって、支えられているのですよ、ね、
そして私たちはその復活の命に預かっている。ですが私たちが外なる人は滅びても内なる人は仕事に新たにされていくということを私たちは知ることができるわけです。今どうであろう、いや本当に地方が圧倒さないでいても天の窓は開いている。復活の地は共にいてください。私たちもまたその復活の命に預かって生きている。このことの恵みは私たちは言葉に尽くせない、そのような恵み多いものです。復活がなければ死で終わりです。すべてが虚無です。死ねば終わりです。そうでしょう。そしたらこの世で、ね、私たちが本当にこの世においてね、真理を求め、愛を求め、このように正義が行われるようにと、そのように生きていけるのは、ね、そのような思いを抱くことができるのは、復活を信じることができるからです。愛が実現する。神の恵みが実現していくということを信じることができるか、とてのことのようにもね、真実に生きようなんてね、こんな必要ないですもん、簡単に言えば。ね、それこそ悪い奴らはよく眠るでですね、そしてそういう私たちもまたそれだったら、ね、悪いことをするに稼ぎに稼げないわけです。死というのは虚しいわけでしょ。死というのは何も死で終わりやからね。ところが聖書は私たちにこの15章を通してですね、さらに引き続いてですね、死は通りに飲まれてしまったという15章をずっと今日は会社になりましてから15章を全部読んでみてください。死を前の勝利はどこにあるのか、お前の棘はどこにあるのかというふうにして、聖書は私たちにそのことを告げています。死に勝利したのを主が共におられた。そして、私たち今まではね、ユダヤ教では、それこそ安息日っていうのは土曜日でしたよね。土曜日だったんです。ですから、ね、日月火水木金土で終わりなんですよね。そして、土曜日の一番最初の日曜日から始まっていきますでしょ。そして創世記を見ていきますと分かるようにね、そして全てのものをお作りになって神が休まれたのが土曜日になりますから、順番でいきますと、ね、これが安息日だったわけです。日没から金曜日の日没から翌日のね、日没までが安息日、こういうふうに言われます。さっき何度も言いましたように、あの時に言われているこのことはね、この一日の数え方は優雅に朝があった。第一日。優雅に朝があった。第二日。優雅に朝があった。第三日目というふうにして続いていきます。復活に向かっているんです。そして、その時、イエス様がですね、それこそ金曜日に、ね、それこそ安息日の、ね、日没にならない前に、イエス様が十字架にかかってですね、死なれたでしょ。そして、葬られましたね。そのようにして、この葬られて、そして3日目、金、土、日、3日目にの朝、ね、週の最初の日と、聖書では書いていますね、はっきりと。そして、彼らの墓を訪ねたときに、イエス様がいなかった時間、こう、聖書は書いているわけです。そのことを示しているわけです。そのことを彼らは覚えてですね、そう、キリストは復活された私たちのこの地上の今のいろんなことがあるけれども、しかし、主は私たちのために復活された、よみがえられた。そしてその日を記念して、ね、主の日と呼んだんですね。ですから、主日礼拝なんです。主の復活を記念して、この日曜日の礼拝が守られているんです。復活の命に預かるんです。私たちは、社会の研究家、いろんなところで、死というね、自分たちの小さな死をたくさん経験してきているかもしれません。しかし、その地球の最初の復活、イエス様が復活されたその時を記念して、私たちはその復活の宴にですね、呼び集められているのです。これが礼拝です。これが真実礼拝です。
ですから、神父礼拝ね、まあ、いろんなところに行って、昔の教会はね、よく言われたので、硬いくらいつまらない。これがですね、教会の秘密。そうじゃないんですね。喜びに満ちた。主が共にいてくださり、私たちの新しい命の時が始まる。そのような日、そしてこの礼拝があるということを、私たちはしっかりと心に留めていきたいと思います。神様の愛が、死に打ち勝った。それが、かつですね、死の棘は取り払われた。死をお前の勝利はどこにあるのか。死をお前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪である。罪の力は律法です。しかし私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜るために感謝しよう。だから私の愛する兄弟たち、こういうわけですから満たされないようにしっかりと立ち、主の技に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの労苦が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。主のために戦う者がいかにしても、それは決して無駄にならない。それは復活の希望に支えられているからです。大丈夫、立ち、イエスは一緒にいてくださいね。そのことをですね、私たちは心から喜びたいと思います。だから私たちは幻を持つことができるのです。でそこにね、ナビウカの伝道書のですね、ケースも貼ってありますから、皆さんもう見せてください。どうぞ帰りに見ていってください。何もないんですよ、何もないんですよ。そうですか。考えてみたら40年も何もなかったなと思います。何にもありませんでした。でも知らないでください。そうですよ。私たちの日々の歩み、皆さん、ね、うちに言われたことがあったりしても、しかし、主がそのことを成してください。あなたが、あなたが愛されている、そしてあなたが今、愛に死んだとしても、それゆえにこそ、あなたは生きることができる。私たちは生きることができる。ね、その恵みを私たちは、感謝して歩みしたい。せっかくですからね。私たちは幻を持って、私たち全ての時は私たちのものですから、ね、感謝を選ぶか、ね、呪いを選ぶかは私たちの手に任されているんですね。パウロは牢獄の中で賛美することを選びました。自分を嘆くことではなく賛美すること。大丈夫なんです。神様、私たちは愛しているんです。幻を持って、ね、幻のない神は滅びます。希望の源、それは復活の主です。愛において十字架に捨てられ、死なを復活なされた主、この方こそ私たちの全世界の希望です、ね。そのことを思いながら、この企画の主とともに、ね、主イエスとともに歩きましょう。どこまでもという参加してますか。ね、知らない方が多いと思いますがね、あれの、聖歌の中からと思います。主イエスとともに歩きましょう。きっとこまでも主イエスとともに歩きましょう。いつも嬉しい時も悲しい時も歩きましょう。どこまでも嬉しい時も悲しい時も歩きましょう。いつもっていうね、神様なんです。いつも一緒に、ね、そしてそれは私たちのこの時がいつも復活の希望に支えられているからです。主は言って、あなたと私と共にいてください。しばらくの時、神様の前に、主よ、あなたが私たちの希望であることを感謝しますと。